コンクールは地域活動に理解を深めてもらおうと、米子市自治連合会は市内の小学生に呼びかけて開きました。およそ180点の応募があり、審査会で入賞に選ばれた20人が表彰を受けました。嬉しかったです。入信するといいなって思ってるから、また来年もこれに応募して表彰式に出たらいいなって思います。入賞した作品は市役所1階ロビーで来月3月末まで展示されるということです。